次、これ2本目ですね、うん、2本目何かっていうとこれは、エフェクターがいじれます。ほう、エフェクター、エフェクター今回は左側なのでこっちらですね、こっちのエフェクターがいじれます、うん、上から順番に、これでまずエフェクターを選びます。で選んで、はい、で、これでオンにする、オンにするとかかります。ビートマッシャーだとこれ、ここの 1,2,3,3 つのノブがパラメータ、はい、パラメータこっちの3つに当たります。でもちろんこの下の3つのボタンこれは、ここに当たります、うん、なのでっていう風にかかります、うん、それであともうちょっと変えましょう、うん、変えましょう何行きましょうね、何にしましょうね、新しいの行きますか、新しいの噂の新作トラクター 2.6 で搭載されました新しいエフェクター、いいですね。じゃあ僕の一番好きなやつかけますね。よっしゃ、これです、これです、ストレッチ、ストレッチのファースト、ド変態エフェクトじゃん今これここで3つ目のパラメータ動いたんですけど、うん、あともう一個こっちドライウェットが、はい、そうね、大事なんですよ。この 2.6 のエフェクターはドライウェットが最初全部ゼロになってるのでデフォルトで、うん、自分で上げないといけないんですね、はいはい、なのでそういう時のためにドライウェットはここで触ります。うん、縦フェーダー2本目がドライウェットになってます。これ意外とこれナイスマッピングですね。縦フェーダーの、はい、縦フェーダーでドライウェットを当てがうって結構分かりやすいと思います、ね、さっきちょっと触ってみた感じなかなか良かったね、すごく、うん、はい、なるほどなるほど。でまあ要するに、はい、こっちが、デッキ A のセクションで、はい、こっちがまあエフェクターとかっていう、はい、そうですね、デッキエフェクト、デッキエフェクトになってます、ね、はい、デッキ A とデッキ B ですね、はい、はいはい、そうです、うん、なんでこっちだとこっちの、エフェクトのゾーンだとこっちの右上のユニット2ですね、はいはい、のエフェクトがいじれます、うんうんうん、という感じになっています。おすごい、こんなにちっちゃいのにそんなたくさんのことができるわけですね。そうですね、あと、まあ、はい、まあ、まあその辺他も簡単に説明しておくと、まあ、やっぱり、うん、これジョグダイヤルがないじゃないですか。ないっすね。なのでそのピッチの合わせ方とかも結構まあ面倒くさいっちゃ面倒くさいんですけど、うん、そういう時のためにまあシフトプラス再生ボタンでこれシンクがオンになります。おなるほど、はい、で、うん、万が一、うん、ずれた時のために、はい、まあ基本的にまあその最初にまあ綺麗に合うようにその セッティングしといてもらいたいんですが、うんうん、万が一プレイ中とかにずれた時のために、うん、こうやってここでピッチベンド、そうですね、ピッチベンドが効くようになります。ちょっと速くする、ちょっと遅くするね。そうです、これでまあ合わせてください、うん、E シフトプラス、シフトプラス E が早送り、はい、早送り、あ、お遅い、戻す、早い、戻す、 E が戻す、はい、F が早いんだ、うん、まあ、ね、この左右と同じようになってます。うんうんうん、なるほどなるほど。はい。うん。オッケーオッケー。うん。みたいなこともあります、はい。はい。そうですね。うん。うん、で、で、というのが、うん、K2 のレイヤー1になってます。え？どういうことですか？これひょっとして、はい、レイヤーが複数搭載されてるんですね。なるほど、レイヤーの切り替えボタンがこう今回まだ一回も触ってないこれなんですね、うん、なんですけどちょっとこれ分かりにくいのでちょっと近づいてもらった方がいいかな。色が色が変わるんですね。一回押すと色が今赤なんですけど、うん、これをピッてやるとオレンジになります。おもう一回やると緑になります。なるほどなるほど。っていうのを3種類で赤、オレンジ、緑で、レイヤーが 1,2,3 というふうに切り替わるようになってます。だいぶ分かりにくいですね。そうですね、明るいとね、暗いといいんだけどね。多分そうですね、暗いとだいぶ、ま、ちゃんともう節電にも対応してこう、そうですね、ライトも弱みにして、地球に優しいですね、地球に優しい
さすが K2 ということで、うん、レイヤー2にします。なるほど。